放送でこんなメガネかけるの初めてやろ。初やろ。はい、時刻は午後4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。7月11日月曜日、キャプテンにマカチョウ系のお時間でございます。はい、はいはい、既にですね、はい、皆さんツイキャスをご覧いただいている方とか、あれ、うん、って思った方とかいると思うんですけれども、ね、はいはい、今日キャプテンにマカチョウ系ですよね、これは。はい、ステルドリフィンでございます。誰ですか。はい、はい、大阪プロレスからやってきました。そうですか。はい、今日は、はい、このですね、はい、いつものメンバーでお伝えはしてるんですけれども、はい、はい、この時間、ここお相手は屋良あゆみと、ステリードルフィンです。あまり言えてないっていうね。キャプテンでございます。はい、はい、そして、ディレクターの D でございます。D も何か被り物しておりますけれども、うん、そして今日は素敵なゲストにお越しいただいております。うん、はい、すごいですね。では自己紹介お願いします。はい、大阪のレディーガガ、葉月です。こんにちは。ガッガッとね。すごいですね。これはどういうモチーフですか、この。え、聞きます？衣装がじゃないからね、こうちょっと衣装はちょっとまだあれなんですけど。今日はですね、はい、テーマをですね、はい、あれにしようかなと思って、うん、このなんていうんですか、仮装？仮装ね。仮装にしましょう。うん、もうみんなで楽しみましょう。そうですね、はい、楽しみましょう。うんうん、もう上半期ね、今年過ぎたということでね、うん、はい、はい、皆さんなんか普通にこのマスクをして真剣に話してる。あのですね、僕一言言っていいですか。はい、こっから火入るんですよ。この後頭部にまた当たるんですよ、火がね。ほんならすごい蒸れるんですけど。あ、はい、これ日焼け対策にはなってない、はい、1時間後にはちょっと熱中症で倒れてるんじゃないかなと思いますけど。こまめにね、で倒れたら僕このまま搬送されますからね。この口のね、はい、ところは開いているので、まあ、こまめに水分を取っていただいて。そうですね、はい、ここがなんか嫌な感じがします。今日もね、最高気温33度っていうことで、はい、本当に30度以上の真夏日で、はい、今日からですね、すっかり晴れましてね、はい、またうだるような暑さとなっておりますけれども、ね、皆さん本当に体調をね崩さないようにお気をつけいただきたいと思います。はい、では皆さん、この1週間いかがでした？あ、僕出張とか最近多くてですね、はい、もう体調がちょっと優れなくて、まあ、この1ヶ月皆さんこの声ね、お聞き苦しいね声をね、聞かさせていただいておりますが、はい、早直したいですね。そうですね。はいはい、はい、でもまあ徐々にまだ良くはなっていってるということなので、うん、そうですね、まあ、はい、徐々に解放に向かっておりますんでね、はい、はい、もう喉を温めていただいてね。あ、やっぱりなんかいろいろ皆さんね、うん、喉を、まあ、アナウンサーの方なんかはねすごく喉をねいろいろケアされてるみたいですけど、僕はもう全くの吹きさらしで、ね、こう吹きさらし、はい、吹きさらしですよ。もう野ざらしですからね、もう声がね全然出ませんね。はい、うん、大丈夫ですか。もう皆さんもね体調を崩さないのを気をつけていただきたいと思います。はい、どんどん面白いことは出ますよ。はいはい、声が枯れていても、はいはい、自分で言いました。なんかね、はい、マスクをしながら体調が悪いっていうのが、はい、さらになんかちょっといろいろと痛々しいものがありますけれども。痛々しい。うまいなあ。いやいや、ダセージ頑張って、ね、D いかがでした？うん、まあ、ね、月曜日また1週間始まりますけど、かもなく不可もなくです。なんだそのうんこの帽子は。いやいや、これ聞いてる人は分かんないですけど、全然伝わらないですけど。伝わらないけど、うん、カメラでね、はい、見ていただける方は、ね、D は、今おいくつでしたっけ？23です。23歳、はい、昨日投票行きました？あ、はい、もちろんです。ちょうど今回の選挙から18歳じゃないですか。そうなんです、引き下げられて、はいはい、なので、うん、出口調査みたいな感じの人がいて、はい、あ、聞かれたんだ、はい、18歳ですかって言って、いえ違います、あ、すみませんって言って、うん、ああ18歳に間違えられたということで、見えるのかと思って、18歳に見えたのかとちょっとだけショックを受けた
はい、日曜日でした。あ、でもいいことじゃないですか。若く見られてる、6歳ぐらい若く見られてるっていうことで、ね、いやでも、はい、若いうちはやっぱり今もまだそうなんですけど、若く見られるとなんかあんまりうーんってなるんですよね、うん、お酒買うときに年齢確認されたりとか、うん、ちょっとなんかショックというか、いまだにじゃあ年齢確認されるタイプなんですか。まれ、はい、にあります、うん、稀にコンビニとかね、はい、まあ動画ですからね、はい、確かにね、まあ、今日横に座っておられるスペシャルミニゲストさんは、はい、ご紹介いただけますか。ね、可愛らしいですね、はいはい、ヘッドホンが大きくなってますけれども、可愛らしい。今写真ね、ツイキャスの方、はい、ユーストリームの方かな、マイクに向かって、では自己紹介、はい、お願いします。さくらです。おー、さくらちゃん、またお名前も可愛いですけれどもね、可愛いですな。今おいくつですか。3年生の9歳です。お、3年生、うん、どちらから来たんですかね。福岡の大牟田です。あ、福岡の大牟田市から、じゃあ、うん、はるばる今日やってきたっていうことでね、うん、ラジオじゃあ出演は初めてかな。いや普通そうでしょ。そんなに出る子やったら子役でしょう。いやでも子役さんみたいに可愛い、ね、子役並みに可愛らしい感じでね、うんうん、実際のこういうスタジオとか入るの初めてっていうことで、うん、どうですかこの生放送。いつも見てるからなんかちょっと機材が難しそうなんだけど、なんか楽しそう。楽しい。そっか、じゃあもう目の前にはもう機材がねいっぱいあるからね、なんか隣にはもうディレクターが座っているということで、おかしな帽子かぶってますけどね。今日は1時間ね楽しんでくださいね。はい、はい、うん、かわいいな。かわいいですね、これぐらいのね年の子はね、うん、なかなか順調やしね。学校で自慢できますね、うん、帰ったらね。本当ですね。沖縄はどうですか、ちなみに。海が綺麗。海が綺麗、うん、じゃあ海に行ってきたんだね。見た、うん、見た、そうか、うん、いいね、かわいいな、お前は。ありがとうございます。なんか買ってやろうか。変なマスクかぶってる人は何をやろう。変なマスクと言われてますけれども、うん、ちょっとねこれ大人の事情でかぶらされてるんですよ。はい。はい、で、はつきさんはいかがですか、はい、もうね週末ですというか、先々週までちょっと大阪の方が天気が悪かったんですけど、はい、先週は晴れる日が多くて、うん、まあ、ちょっと暑い1週間だったんですけど、うん、まあ、仕事の方が忙しくて、はい、もう暑いのと仕事の繰り返しで、うん、はい、沖縄台風が来てたんじゃないですか。そうなんですよ、ね、もう台風一過というか、うん、今日からねもう晴れまして、はい、そうですね、うん、ちょっと大雨とかがね続いてたんですけれども、はい、うん、台風一過ってあれ僕質問やねんけど、一家ってどういうこと。ファミリーや、ファミリー。一家だけに、一家だけに。一家ってあれどういう意味なの。ちょっと過ぎた次の日とか翌日のこととかを言ったりしますけれども。あ、そういうことか、うん、はい、俺ずっとファミリーやと思ってた。僕キャプテン可愛いですね今の。よかったよ、今聞いててよかったよ、だからまさかと思ったからさ。うん、でも大体ね翌日晴れたりとかすることが多かったりしてね、うん、それを、はい、一家と言いますか、まだでも風が強かったりしますので ね結構強いですね、皆さん、はい、ね、お気をつけください、うんうん、はい、ではですね、うん、先ほど選挙の話も出てましたけれども、はい、今日の琉球新報のでは一面伊波市が大勝、島尻市に10万6400票差ということで、そちらを紹介したいと思います、ね、うんうんうん、第24回参院選は昨日投開票が行われ、はい、沖縄選挙区は無所属新人で元宜野湾市長の伊波洋一氏64歳が35万6355票を獲得し初当選しました。また24万9955票だった自民現職で沖縄担当省の島尻愛子氏51歳公明推薦に10万6400票の大差をつけました。伊波氏の勝利により参院沖縄選挙区の非改選1議席と衆院小選挙区の4議席を含め、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に反対するオール沖縄勢力が国会の沖縄選挙区の全議席を独占する形となりました。全国的に自民党が躍進する中、辺野古移設や憲法改正を推し進める安倍政権に対し、県内の有権者は厳しい審判を下しましたということです。おお、はい、さすがあれですな、はい、NHK、元 NHK。 いやいや、ちょっと聞き入ってしまいましたよ。一つちょっと訛りが出ましたけれども、はい、いや、でもすごいですな、うん、いい、僕なんかね、沖縄の県民じゃ、県民ですけれども、はい、元大阪人ですけど、はい、この基地反対派の人が全議席をという、
そうですね、やはり全国的には自民党が本当に躍進している中での、はい、やはりそのオール沖縄というか辺野古移設の反対派といいますかね、うん、かそれがちょっと民意がもう顕著に現れたという感じがしますけども ね、 そうですね、島尻さんってなんかこっちの担当大臣でしたよね。そうです、沖縄。その人が負けたということですか。そうですね、はい、すごいですね。10万余りの差を、大差で、はい、島尻さんあれでしょうね、単なるおばさんになったんですよね、これで多分そういうことでしょ。任期まではね、はい、任期までは大臣をやるということではあるんですけども、そこただのじゃないですか。いやでも言ってたんですよ、あの政治家の人がね、実際に、まあ、選挙に落ちてしまうとただのおじさんになりますと、うん、でね、通ったらやっぱり官軍でね、やっぱりいろんな助成金とかいろんな、今ブーンってあのバイク通ってますけどね、あの人間の話してんのにね、あのあれなんですけど、すごいことですよね。あんだけあの島尻さんって結構あの露出あったでしょ、はい、テレビとかにだいぶ出て、ね、知名度はあったはずですからね、うんうん、本当にちょっと、まあ、あゆみちゃんなんかに聞きたいんですけど、実際にこの選挙で出てる結果っていうのが民意なんですか。うん、そうなんでしょうね、やはりね。ああ、うん、そうですか。なんか中には沖縄の県、うん、まあ、沖縄県人に聞いたりすると中にはそのこれ、まあ、例えば政治的な結果とかが必ずしも民意じゃないというようなこともおっしゃる方も実際にいらっしゃるんで、僕らとしてはなんか本当にどっちなのかなっていうのが実際にあるんですよね。で、名護のね、あの埋め立て地のところでも、はいはい、反対運動を起こしている戦闘が、まあ、県外の人がいらっしゃる多いというのも聞いたりもするんですけど、まあ、そこら辺のところね、しっかりね、やっぱり沖縄の民意なんであればね、うん、しっかりとこの方がね、まあ、沖縄県民の心というか意思というのをちゃんと伝えていっていただければなと思うんですが、あまり反対とするとまた尾長さんみたいにこうすぐあの閉店ガラガラされてね、こう会ってくれないとかなったら困るんですけどね、うん、そうですね、うん、まあ、これからのね動向またね、うん、自分たちは注視していきたいと思いますけれども、うん、もう昼ではギリギリのラインですね今の話、またね、自民党から出ました今井恵理子さん、元ね、スピードの、うん、あのね、はい、僕ね、この間鍵屋さんでね、これ、合鍵作った時にあのなんか選挙のやつでポスターありまして、はい、大きなこんなポスター、はい、今エリコさんの ありまして、はい、なんかもしかしたらなんか売れるかもしれんと思って僕1枚いただきました、ね、持って帰りました、ね、あ、本当ですか、はいはい、あのパンフレットとして応援も何も選挙も行かないんですけど、行きなさいよ皆さん、僕は行かないけれども行ってくださいね、持って帰って、はい、なんとなく一応大事なものを置いてるところに保管しております。お何かもしかしたら ねこんな今井さんがね、はい、こういう方が選挙に出られてた時の最初のポスターなんていうと、確かに確かに、もしかしたら売れるかもしれません、うん、お金になること大好きなんでね。あ、そうですそうです、そうです、ね、あと今井さん、さ、まあ、前こういう感じの顔の方が僕ちょっと好きやったわけですから、はい、だからちょっといいかなと思って、はい、あ、なるほど、鍵屋のおっちゃんに、あ、いいで、もう本当にね、鍵屋のね、レジのところに無造作にね、ポスターが何枚かとシールとかそういうのが置かれてたんですよ。ついつい手に取ってしまいまして、あ、じゃあもう見た目がタイプっていうこともあったということで、あ、そういうことですね、はいはい、でも本当にね、当選ということで、なんか遊説とかでも手話とかをされてたりとかしてね、はい、お子さんがね、そういうボランティアもずっとされてたということで、そういう障害者の方々にもっていうね、はい、いろいろなこれからねまた出てくるのかなというふうに思いますけど、誰がその、バックは自民党ですか、うん、そうです、うん、あ、そうですか、はい、うん、まあ、僕あれ政治献金とかできるんですかね。やれたらやりたいですね。どんどん政界の方にも黒いね、僕はフィクサー目指します、ね、はい、すごい、なんか今日マスクをかぶってるのでよりなんかこの攻め感がね、あ、攻め感、攻めますよ、もうなんか、はい、ね、はい、戦ってますね、はいはいはい、というところでも13分を回りましたので、はい、まず、はい、じゃあリクエストね、はい、ナンバーいきたいと思います、うんうん、オープニングは、はい、ジョン・レノンでスターティングオーバーということですね、はい、そうですね、はい、はい、これ何でしたっけね、なんか理由があったんですけど、忘れたんで、どうぞ。またね、こういうまた新たなね、いろいろスタートをするっていうところで、はい、はい、あ、そういうことですか、うん、いきましょう、はい、お願いします、はい、これ
これかぶってるとね、頭おかしくなる。あのね、発言がね、もう支離滅裂になる。あのさ、まず視界が狭いのよ。で、あ、これ息しにくいのよ、ちょっと。メール、あ、メールね。外した。あ、すいません。これとダブルで熱い。私ここだけ、いや。これは美味しいわ。なんかさ、ちょっとさ、ハードな政治なことでもさ、そうよ。あのハードな政治のことでもさ、来てるやつは、あ、メールですか。メールよ。うん。はい。原さんが紹介して、で今2通ぐらいまた来てるんで、それが僕の方で、はい、紹介します。あのあれだ。これよりね、被ってるとね。結構言いたいこと言えるよね。ギリギリの前まで。いつもちょっと言葉選んでるよ。歯話、歯話。それ何の目やねん。ちょっと見やすそうに。この時間もね。毎度ハンドル上げた。皆さん来ていただいてですね。いい感じに映ってる。あ、熱い。見てるよ。いい感じに映ってるで。うん。熱い。元気そうでよかったよ、お前。心配したんだよ、これ。心配したんだぜ、お前。ちょっと体調悪かったら心配したんだぜ、お前。体調。いや、お前。バンモノ。タンが絡むわ。これすごいな、お前のこれ。前ついてた、これ。ついてたよ。宝石。お菓子ちゃんか。これ、パックルベリーだけ。今日は勝訴とかできないから。そうそう。ちょっと意味持っちゃいますもんね。なんか僕が応援してたみたいな。違うか。間違えました。勝訴です。そうです。お前、無罪。これしてたら聞こえへんか。無罪。だいぶ前いかんとあかんね。これ意外と遠いな。遠いもんね。お前、マイクにかぶってるじゃないか。しゃべれへんからね。じゃあ、ガッて入んねん。バックルベリー。お店の名前なんですよ。へぇー。すごいね。綺麗なお店ですよ、真っ白のね。あのソファーがいっぱいあってね。はい、僕はドンペリで割りをしましたけど。4万円のドンペリを下ろして。日本も。あ、そうなんですか。で、割り用意して、で、履いて。はい。帰ろうって言った奥さんがお腹空いたからたこ焼きで参って、そう、いろんなので、もうケツの毛まで抜かれるよ。はい、ありがとうございます。それしかも3日連続やね。そうだね。あれが良かったですな。また来てください。では、ぜひ行きますよ。カモで、カモ行きますよ、僕は。で、このスイッチを押すと、僕はカモに行くんですよ。あのね、レディーガガやからね。暑いね、これ。暑いね、これ。PC を下げるんだ。はい、今 PC が重くなる。ちょっと熱い。そこだって熱いもん。頭かゆい。もうそれ脱いだよ。取った。強いもん。マスク取った。これね。タイガーマスクとか買ってくる。次、あ、タイガー好きよ。タイガー好き。どちらかというとタイガーが好き。今日は真面目な話できないから。ハズキがいてるから。ツイキャスのコメントを先に拾った方が。先にツイキャスのコメント拾った方が。ツイキャスね。OK です。その後メッセージしよう。はい。これ聞いとったらほんま、まあ、外の声聞こえるもん。はい。だから D はこうしてね。ああ、その半開きで。半開き。俺も半開きでしてるよ。ここだけ耳が変になるんですよ。なるな、はい、確かにそうだ。あ、そろそろ CM 開けます。よし、10秒前。え、これちょうどここに天井に当たるな、これ。7、あ、やばい、待て。5秒前、4、3、2、1。
はい、宜野湾のスタジオからキャプテンにマカチョーケをお送りしております、はい、ツイキャスもですね続々と来ております。そうですね、はい、では紹介したいんですが、はい、はい、こんにちは、葉月さん出てるということでね、はい、町さんですか、町尾さん、町尾さんですね、うん、町尾58さん、ハードル上げたハードル上げた、ああ、平沢さんは毎度か、葉月の図がちょっと通に点々ですね、間違ってますよ、クイーンオブ笑いの姉さんと言われてますよ、ありがとうございます、はい、大阪の面白いおばちゃんでいきます、頑張ってくださいね、はい、うん、いい感じに映ってるでと、イエーイ、正人桜井さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、はい、ではメッセージもですね、はい、来ておりますので紹介したいと思います、はい、チャコさんからですね、はい、ラジオネームチャコさんが、ラジオをいつも楽しく聞かせていただいています、ありがとうございます、私はよく沖縄に行きますが、レンタカーで走っていると、うん、交通マナーが悪いバイクや車をよく見かけるのは気のせいでしょうか、よくありますね、特にバイクは右側を走りかなり危なくてヒヤッとしたことがあります、うん、車も遅いのに、右車線を走りすごくイライラします、キャプテンはもともと本土の方みたいですがどう思いますか、これからも頑張ってくださいということで、キャプテンはね、はい、ものすごいイライラしますものすごいイライラします私は知っています、うん、ね、バイクとかね、いや皆さんこっちの人っていうのはあれが、子供の時から普通なんでしょ、ああいう感じが、うん、なんかね、私も1年前ぐらいから車を運転するようになったので、 あんまりマナーのこととかが分からなくてですね、やっぱりそうですね、でも多分普通だと思います、あんまり良くないっていうのはよく聞きますね、バイク怖いですね、私も旅行で来ててよく危ない目にあるんで、一番ね僕がえって思うのはですね、信号待ちしますよね、でちょっと信号待ち2車線のところをね、まあ1台2台と止まってて、でこの右側からバイクが来て、その前をこう横切って前に車の前にバイク来る、あの行為は、まあ内地ですね、はい、本土でやると、あの威嚇行為になります、あ、そうなんです、だからあれを内地でバイク乗って同じように沖縄の方がやられたら、あれがちょっと怖い人やったら、はい、病院行きです、あ、ちょっと危険ですね、はい、あれはまあ、言ってみたら相手に対して威嚇してる行為になってしまうんですよ、どけというふうに言われます、で、あと右側車線のその走ってるねバイクがこうすり抜けていく場合あるんですけど、あれも例えば、本土内地の方では車線変更っていうのはもっと激しいし、右からバイクが来るなんていう想定がないので、おそらく事故ると思います、はい、だから、ね、だからまあ、ただこちらに来てやっぱり本土の方がこちらに来て、まあ、レンタカーを借りた時にやっぱり危なっとかね、で移住されてる方なんかが結構危ない思いをしたっていう愚痴というのはよく聞きますけれども、まあ、それも良し悪しであるし、あと東南アジアあるでしょ、東南アジアの、まあ、交通、僕国際ライセンス取ってタイとか、はい、タイはすごいですね、タイとかも運転したことあるんですけど、こっちに帰ってきたらやっぱり平和な運転ですから、向こうはもっとひどいの で、ね、で車ももっとひどいので、車間距離なんてもうないですから基本、もうレーサーかっていうぐらい皆さん速いスピードの中でやってるので、だからまあ、本当に私も思うんですけど、沖縄に来た時に、旅行者の海外の方が運転されている車が多いんで、ね、そうですね、ちょっと外国人の方が ね、今はなんかステッカーとかね、後ろに貼ってたりとかもしますけれども、はい、結構ねレンタカーだったりとか、あと外国人の方が運転している車があったりとかもするのでね、そこはちょっとね、気をつけて、ね、運転したいなと思って。僕高速とかさ、この2車線とかでもさ、追い越し車線でハートの強いおばちゃんがずっとゆっくり走ってるのとかあるじゃないですか。あと高速道路でですか。高速道路でもこの、まあ、58号線ね、はい、一番大きな幹線道路とか、で流れに全然乗れてないのに右側を走っておられる方とかもやっぱりいらっしゃるので、あれは結構、まあ、本土ではパッシングされて、でパッシングしてもやっぱり気づかれない方が多くて、ずっとべったり行っててハート強い人はいるなっていうのは思いますけど、確かに、ね、速度がね、はいはい、結構このもう全然違うんで、ね、逆に事故してしまうので、ね、そうですよね、本土の方ではね、だからただ沖縄の、まあ、道っていうのは基本的にそんなにまあ、交通量がすごい激しいね、大阪とかね、都心と比べて3車線4車線あるような国道とかそういうのはないですから、まあ、3車線4車線3車線
あのごめんなあのお疲れということでちょっと作業の方が今、ね、はい、作業写真集しようんじゃないですか。でも一応ね、あのマナーが、ね、悪いっていうのはよく本当にね聞くんですけど、あ、やっぱ聞くんですか。だとね、飲酒運転とかもね、ナンバーワンの検挙率だったりとかもしますし、まだまだも課題とかはあるんですけれども、初心者に関し初心者の人に対しては相当優しい気がします。あ、それは感じる。うん、それは感じる。そうか、最近運転って言ってましたもんね。初心者マークをつけてるんですけれども、はい、結構皆さんすぐ譲ってくれたりとか、もうあのあれはもう外から見ててももうあの危なっかしいもん。あのでもあのあまり私に関わりたくないんでしょうね。近づいたらちょっとねダメやと。だからちょっと譲ってくれたりとかするんですね。もう最近は一方通行のところをちょっと逆走みたいな感じにしてしまいまして、はい、いやもう慣れてくるとそうなりますから、うん、危ないと思って。みんなやることです、はい、あの本当に、ね、事故ってお体だけね、あゆみちゃんに休まれますとこのマカチョウケ自体が成立しなくなりますのでね。はい、はいはい、頑張ります、ね、ありがとうございます。沖縄の運転に慣れないとダメですね。そうですね、うちの運転の方に合わせないと事故の、はい、まあそう、まあ、運転に合わせるか、うん、もうこっちこそ我が道を行くかどっちかですね。はいはいはい。で、まあね、でもね、本当にね、こっちの人のね、うん、マナーで一ついいって思うのはね、はい、あのクラクションをあのみや、やたらみだらに鳴、はい、らさない、うん、確かにそれは偉いです。あのもう本土の方はもうちょっとしたことでもクラクション鳴らします。で本土ではクラクション鳴らして殺された方もいらっしゃいますからね、うん、それがちょっと喧嘩になってっていうのもありましたからね。ありますから、だからこっちの方はクラクション基本的にほとんどの方が鳴らしません。確かにそうですね、よっぽどのことがない限りあまり鳴らさないかもしれない、ね、で鳴らす人ってもう絶対内地の人やっていうふうに。キャプテンは鳴らさないんですか。いや僕のクラクションどうでしょうね、あの一応ねありますけど、ね、愛してるのサインかな。あ、愛してるのサインは出ました。あ、お前ですか。そうそう、愛してるのサインは何回か出す。ドリドリカムさんのね、それでも憧れますね。そういうの、え、そういうの、え、実際にやったりとか やられたりとかしたことあるんですか。愛してるサインはしますよ。じゃあもう愛してるって僕やりますよ。愛してるって。え、じゃあ5つ5回。いや5回じゃなくて、あのこれですね、ずっと。あ、そういうことなんですね、はい、だからもうあのずっとこれぐらいですね。ドリカムさんの愛してるのサインっていうのは私5回ポンポンポン愛してるブレーキランプだと思ったんですけど、はい、一応僕はあのすごい濃い愛してるなので、ずっと長く押しときたいんですよ。あ、なるほど。できるだけこう、わー、なるほど。長い長い長い。で、私ちょっと聞きたかったんですが、はい、全国共通なのかをちょっと知りたいんですけど、はいはい、ありがとうってこういうハザードプッポってやるじゃないですか、はいはいはい、あれは全国共通なんですか。共通ですね。なるほど、じゃあ日本がもう全国的、あと狭い道 の, あのすれ違いの時に避けてもらったり待っててもらったりするとプッという愛してるのそのあだけです。愛してるのあっていうのが、なんかこのありがとうとかね、はい、なんかやったりとかされたりとかしたらちょっと嬉しくなりますね、はい、そうですね。いやでもこっちの方あまりありがとう、カラサンドってやったりしてないでしょ。カラサンドって何やねん。知らないです。さすがカラサンドですよ。これはね、あのカラサンドは今脱臼しましたよ。千代の富士脱臼で。沖縄の言葉で愛してるっていうね。あ、はい、そうなんや、はい、いろいろ知ってるね。あ、そういえばこの番組 の,、ね、あのキャプテンにマカチョウケの、そうなんですよね、あの私が名付けました。皆さん知ってましたか。自慢やね。いやいやいや、あ、ね、あのいい名前を名付けていただいて、マカチョウケというのはね、沖縄の言葉で、はい、マカシトケっていう意味なので、はい、それをね、あのつけて本当に、うん、今やもう定着してきてますけれども、はい、ほんまかと思いたいですけど、思いたいな。でもあの Google でキャプテンのマカチョウケにしたら出てきますよ今。あ、本当、はい、あの YouTube とかからも出てきますし。あ、そうなの、はい、知らんわ。いやいや、ね、いい名前だなと思ってますか。あ、はい、うん、結構来てるんで紹介します。ラジオネームクッキーさんからいただいております、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。今日は大盤振る舞い、大にぎわいですね、うん、今日は iPhone 発売された日ということですが、うん、私はカメラのアプリをダウンロードするのが大好きです、うん、美肌効果がすごくて感動します、うん、でもあまりに綺麗に撮れすぎたから、うん、初めての人に会いにくくなることがたまに傷ですねと来ております、うん、あ、なるほど。この iPhone での写りがあまりにも綺麗すぎるので、ね、あ、そういうこともあるんですね。あの奇跡の写真をね、あれしてしまったんですな、うん、なるほど。そういうことはよくあるそうですな。皆さん何かこれもうこれだけは欠かせないとかっていうアプリとかハマってるものとかあります？ iPhone で。僕ですか、はい、僕はそうですね、まあ
エッチなビデオのアプリですね。あのほら9歳が、はい、9歳が冷たい目で見てますよ。やってもうたキャプテン、やってもうたガン見してた。やってもらいました。宣言が出ましたね。バカにしたらダメですよ。 あのあれはねすごいあの市場でね今1兆円産業なんですよ。またお金の話。そうなんですよ。いやほんで、そうですよね、あれってねもう気軽に今までレンタル屋に行かないとで恥ずかしい若い時にね恥ずかしい思いして、うん、僕らの時代なんかは借りてた本があのボタン一つでね、うん、ダウンロードできて、はい、で価格も非常に安いんですよ。200円とか300円であるでそれで一生見れますからね。あそうなんですか、はい、一生そのあ、まあ、要はアプリが存在している間は一生見れるということでかなりの経済効果があるようですよ。じゃあ男性にはね、はいはい、そこはいろいろ使ってる方もあるかもしれない。キャプテンに振ったのが間違いですね。本当ですね。まさかの大人な会話で。はずきさんは何かアプリとかって、うん、そうですね私はあの、はい、料理結構する好きで、あ、いいですね、そのお料理を撮るアプリを、はいはい、美味しそうに見えるんですよそれで撮ると、うん、あなるほどね、はい、そういうで Facebook にアップするときに、はい、作ったものよりも美味しそうに見えるという、うんはい、詐欺者みたいな感じですけどね料理の。あでも確かにねいつも僕拝見させていただくんですけど、はい、お弁当とかね結構ね素晴らしい。あ本当ですか、はい、私も毎日毎日自分が作ったお弁当を作あの撮ってるんですけれども、はい、それじゃあ使いたいですね。はい、はい、教えます。教えてもらって、はい、本当に、はい、なんかちょっとあれですか曇ってる感じというか。そうです、ね、まあ、う色が映えたりとか。そう映えたりとか。あの赤身の色とかが強かったりとか緑がグリーンが綺麗に。なるほど、みずみずしく野菜とかは。そうなるほどですね。 D は何か使ってます？まあ、最近はあれなんですけどラジオ、それこそインターネットでラジオ聴けるようになってるじゃないですか。そうです、ね、今その有形のアプリとかをいろんなね、真面目か、ね、あれ真面目か、もうラジオ大好きっていう。頭にうんこつけてる一気にずっとずっと変なメガネかけてなんかずっと黄ばんで見えるんですよねこのメガネ。非常に見えづらいですよ最後までやってるの相当気に入ってますね。いやいや一応見づらい中頑張ってやってるんですけどね。あ、いやいや、ありがとうございます。お似合いで、はい、違和感があんまりないっていう、はい、ないよね。なんかこういう人いてそうやもんね外でね街で見かけるよ、ね、いやいやでもどう考えたってなんかね、うん、かりゆしにこれっておかしいんじゃないですか。いやだいぶいいと思いますよ、うん、僕は。いいんですか。なんか似合ってますね。大阪南っていっぱいいますよ。そうそうそういうやついて、うん、こんな顔いてるよ。うんうんいてるいてる、うん、いや、うん、そうか、はい、ではメッセージ他はありますか。あ、まだ来てますね、はい、お願いします、ラジオネームラムちゃんになりたいさんからいただいております。皆さんこんにちは。ラジオで聞いているので仮装が見えないのですが、ハロウィンの時にしかしませんが、うん、いつかラムちゃんになってみたいです。わら、いいですね、でもその前に痩せなければって来ております。うん、ラムちゃんはセクシーでしたな。確かにね、確かにね、うちもやりたいっちゃみたいな。うわもうそれでも葉月さん似合いそう。いやなんかあれですな、うん、ね、あの人確か高橋留美子さんの、はい、であの人が鳥取ですよね、うん、で、そうなんですか、ダッチャとかいうのは鳥取の方言なんですよ。なでも知ってるね、はいはい、また方言ですね。でメゾン一国とかね、うん、いろいろやっておられてね、ちょっとね方言で思い出したんですけど、うん、はい、おいおい沖縄のね俺の話ちょっと待ってください。沖縄のねラジオを聞いたことが何度か今日も聞いてたんですけど、はい、うん、訛らないんですか。訛らないんですか。あの内縄口が、はい、友達と家族と出るとか。はい、友達とか家族と喋ってる時はもちろん訛りますよ。すごい可愛くていつもラジオ聞くんですよね、うん、沖縄のでも訛りアクセントというか方言ってあんまりどうですか、はい、なんか男性的にはなんかだからほら福岡とか可愛いじゃないですか。可愛いです。水筒とみたいな。いや別にこっちの方はいいですよ。可愛いですよ。あの、ね、僕一つねその沖縄の方言でね、あの方言方言がっつり噛んだ。まあもういいじゃないか、あの伝われば、はい、あの2人に聞きたいの、はい、D とあゆみちゃんに、はい、あのさショッピングセンターとか行くじゃない、はいはい、ほんならこれやっときましょうねって言うじゃないですか。そうなんですよ。あれね、あれね結構なあの内地の人とか本土の人はあれねあのすごい違和感があるらしくて で、ちょっとね腹立つ人もいるらしいんですよ。え、腹立っちゃいますか、はい、あれお皿下げましょうねって言われた私がみたいな。そう、いやあのそう、あのこれ沖縄あるあるで、ね、あの自分だけがやることなのに一緒にやりましょうねとかってみたいな感じで捉えられちゃうんですよね。あ、それでしょ。僕はね、はい、違うんですよ。あのやりましょうねってなんかやってあげてるみたいな感じに思えちゃったんですよ。でそれではって思ってしまったのが最初で、はいはい、最近慣れましたよ、うん、最初
初はねやっぱりそのやってあげ、あのね、やってあげましょうねみたいな感じの風に見えて、なんでお金買ってんのになんでっていうのはありましたね。別にそういうあの気持ちとかではないんですけれども、分かってるんですよ、分かってるんやけど、うん、あれがあの方言自体が何かこういつも引っかかる人多いらしいですよ、意外と意外と、はい、かなさんどうですよ。あ、愛してるやろ。あ、分かった分かった、今やって分かった分かった、覚えたぞ。それでなんかその会社とかでなんか有名な話なんですけど、そのあの上司は沖縄の人ではなくて、でこの雇われてるその従業員が沖縄の子 で女性 でこの上司に向かって、今日じゃあ一緒に、あ、今日ではそれでは帰りましょうねって言った時に、あ、誘われてるみたいなことで勘違いし したことがあるっていうのを言ったりしてましたね。そっちも考えられんねんね、うん、そうかそうか、僕は違いましただからね、あとあの沖縄の言葉で、またあちゃあ、あちゃや、あちゃや、明日ね、明日ね、そう、はい、あれが可愛くて、あ、確かに、うん、あ、可愛いですか、嬉しいですね、あちゃやって。なので私も本土 の、 あの大学で行ってて県外だったので、その時に、じゃあ今から郵便局行ってこうねとか言って行ってたら、一人で行くつもりで行ってたらみんながついてきたりして、そういうことなんだと思ってもう直すようにしましたね。そうだからメールとかではもう通じないことが多かったです。今から行こうねとか言ったら、え、どっちが行ったりするのかなみたい なんかそういうのあったりします。私な、今からトイレ行きましょうね言うたらね、みんなついてくれたら困るでしょ。みんなその10人ぐらい一緒に入りましょうか。キャプテンはうちの口移るとかないんですか？あんまりないですけど、でも、うん、あの聞く人、なんかラジオ聞いてくれてる人なんかは言うには、はい、ちょっとだけ出てきてるよとは言われますね。あの なんかな、どういうとこやったかわからないんですけど、ちょろっと出てるとこはあるよとは言われて。奥様から移ったりとかしないですか？なんか友達はね、なんか久々に会うと、ここに移住しちゃった子は、うん、はい、何でしたっけね、なんかアクセントもなんとかさーみたいな、そう、さーはすごく言ってますね、うん、映ってるよって言ったらだからよだから一番本当のだからよはかわいいすごい、ね、本土の方とかで一番映りやすいのはそれかもしれないです、ね、だからよとか、うん、なんとかちょっとさーみたいな、あ、さーは僕言いますわ、うん、最近さーは。ほんまですか？なんかどっかで言うてるわ、うん、でも関西の方ってもうどこに行っても関西弁みたいな、それが通じたりとかもするので、なかなかね、あの映らないというか、こっちが映っちゃったりとかしてしまいますけどね。声が大きいですしね、またね、アクセントが。あ、でも沖縄のね、言葉を可愛いって言ってくれて嬉しいですね。でもデージとか言ってあんまり可愛くなくないですか？言い方じゃないですか。でも、あ、なるほど ね、うん、言い方ですね、うん、じゃあちょっと方言は言い方可愛らしくしたいと思います。はい、はい、じゃあまたメッセージが届いておるので紹介します。ラジオネーム明太子マンさんからいただいております。なんかやらしいまたさっきいろんなこと言いましたからマンって言われると9歳が、あ、そうかそうかそうか、明太子マンですから。あ、明太子マンか、はい、だから言い方が悪かった今明太子マンって言ったやろ。明太子マンって言うよ。そうやろ、明太子マンって言ったやろ。区切りがさ、もう明太子とマンを俺は想像してしまったら感じの感じのやつや。はい、じゃあ、続いて続けて読みますね。はい、皆さんこんにちは。沖縄で旅行に数回行きましたが、いつもタクシーです。タクシー安いですね、うん、私もまだまだ初心者なのでレンタカーを借りる勇気がありません、うん、そういう目で見るとバイクは確かに怖いかもしれませんと来ております。あ、なるほど、タクシーにね、うん、確かに本土と比べたら安いですね、うん、僕非常にタクシーを使います。あ、こちらで、ね、車を、まあ、オートバックスに出しに行って帰りにね、まだすぐできない、出来上がらないと預けるでしょ、うん、その時に帰りタクシー使ったり、うん、で空港まで使ったりとか。そうですね、一番安いので初乗り480円とか、あと平均が500円とかですからね。あとね、運転手さんが嫌な顔しない。そうなんですよ、ね、そうなんです。1メーターでも、それはないかも。ごめんなさい、今言おうもたの、ね、今このね椅子のローラーでね、僕の小指、あの足の小指をね踏んづけましたからね。今事故ですからね。今これここで交通事故起こってますから。仲良く仲良くね行きましょう。今もあんってきたね。そうですね、運転手さんが1メーターでも気にしなくていいよって言ってもらえるんでね、あれは助かりますよね。大阪はたまにチッって言われますから、まあ、ね、はい、県外にでも旅行行った時にそれをちょっと躊躇しますね、はい、すいませんって言って、1メーターですけど大丈夫ですかとか言いながら乗るんですけれども、はい、僕はいつも例えば1500円とか、はい、
1700円とかやったら2000円渡してお釣りラインをやらしいやらしい、はい、やらしいすごい。いやなぜかというとこっちのタクシーの運転手さんは非常にこれは別にタクシーの会社が何かしてるとかね、はい、もらお金もらってるとかじゃなくて、はい、非常に人間的に素晴らしい方が多いです。あ本当に、はい、親切ですね。親切なんですよ。だから僕はもう心よくやるんですよ、うん、もう大阪では絶対しませんよ。その1150円やったら1150円きっちりやって領収書ももらえますけど、こっちの方はもう領収書切らすのも申し訳ないなって思うぐらいね。なんで僕領収書いりませんって言いますね、こっちでは、はい、やっぱねあのこちらのタクシーの運転手さんは素晴らしい話もやっぱり面白いし、よくねお店も道も知ってますよね。そうなんですよ。確かに岩畜がある方が多くて、うん、知識とかも豊富な方も多いですからね、うんうんうん、道知らなくて走られることってたくさんあるんで。わかるそれ、ね、沖縄は本当に運転手さん、うん、でも1回だけね1人あの58号線そのまま走って言ってんのにね、あの全然はいわかりました言って左側 あっちのあのなんてさっき言ったあのあっちの海側のそうそうあのあっちの方に行ってあ間違えちゃったねとかってこう言ってくるおっさんがおってそれもう大丈夫ですかこれ戻った方がいいですか、いやいやもうそのまま行ったらまた58号線その戻るじゃないですか、戻るからそのままでした、はいはい、すいませんねもうこっちの方がね海が綺麗ですからねみたいな感じで言われてもうそのやられるのがまあちょっと普通よりも高かった大回りした分、うん、それでも僕はたまにありますよね。ありますあります、ね、58号線ですね言うて左の方にずーっと左行ってましたね、はい、なるほどね、うん、さらにお金がいつもよりも高くって言ってますね。4、500円高かったですね、はいはい、それをきっちり取られたもうあのきっちりお支払いさせていただきました。なるほどね、はいはい、なんか全然いいの顔が心の中赤いんですけどそうそうそう暑いんです、暑いんだろうまあ頑張ってくれで、はいうん、メッセージは以上ですね。あ、はいはい、ではあのリクエストの、ね、曲に行きましょうかね、うん、では参りましょう、うん、では2曲目ですね。はい、3代目 JSOUL BROTHERS で Go My Way です、うん。今日一番暑いわ、うん、絶対暑い、汗かいてる D が、D が汗かいてる、ね、変わってあげたら視界がクリアになります。暑いな。タクシーの話はちょっと意外でした ね意外だった。僕は 逆のイメージだったので、うん、あ、みんないいね、マナーが悪いものの代名詞だったんで。やろう、やろう。どこの県でもそうやねん。あの普通のドライバーよりもタクシーの運転手が2種取れてて自信過剰になってるから、はい、荒いねんけど、はい、こっちの人は内地の、あの内地の人の運転よりも荒くはない。 あとね、沖縄タクシーあるあるなんですけど、一人で来るでしょ、なんででしょう、ナンパされるという、一緒に海行きましょうみたいな、するやん、されたことない、一回もありますよ。で沖縄の方って分かる、沖縄の方だったらつながるやんか、変なこと。海行きましたか、僕はあの、ダイビングできるんで案内します。お父さんぐらいの土地の方で、ほんで行った、行くか、あ、そうか個人なんですか、分かんないです。あ、個人も多いからね、よくあります。そうなんだ、すごい、案内できますよ。へぇ、なんぼされんねや、海やったらついてくると思ってるの、一人やつ。あ、まあまあ、そういうのあるかもしれんな、ね、俺もあの自分の車使ってタクシーやろうかな面白いタクシー喋りたいだけやった、うん、そうでもなんか怖ね。そしかも、しかもあの沖縄人ブルネこうあるねん、あるねん、あるねん、ちょっちゅねん、牛ケンさんだ、ほんで、そのあれ、うっさん、うっさんだな、そうそう、そうで、タクシー乗ってくれた人には牛ケンパンを一つずつ牛ケンパン、ちょっちゅねん、あ、これもう、今日ジェネシスさんの日じゃないので、そっかそっかで、ちょっと最後の方で、引っ越しする話をちょっとしてた、そうですね、はい、こっちって引っ越しセンターのな、あの CM ってあんまりおもろいないな。大阪ってめっちゃあるな、スマホの引っ越しセンターとかな、0123、まあ、汗引っ越しの境、ほんまかいの境、はい、有名、これ有名。でも沖縄って結構 CM すごくないですか、すごいの多くないですか、癖が強いの、まあ、癖が強いのもあるけど、なんかこんな眉毛描いたおっさんのなんか建設のやつとかはあるけど、でも大阪はやっぱり一番多いですよ。ミックスジュースとかでもな、サンガリア、サンガリア10話とかでもな
竹本ピアノ大阪ですか？何歳ですか？竹本ピアノ。あ、竹本、そうそうそう。ピアノってちょうだい。そうそうそう。みんな丸くなって。でも知ってちょうだいとかさ。あれ、子供が泣き止むみたいですね。そうそうそう。泣き止むね。あれ、じゃないですよ。あれ、ミュージックスクープでやってる。ナイトスクープでな。やってるやってる。大阪多いよね、うん、高杉の CM とかすごいよ、高杉高杉やろ、ずっと言う高杉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 最後、高杉でもうやそう、木材の関係あ、高杉さんって言うと高杉っていう会社やねそれで、ずっと高杉ずっと伝統性高杉拳聞いてる歌で高杉高杉回る回る回るレバンが高すぎて言ってたのが大阪ってありそうじゃないですか。高すぎ安すぎですよ。そうそうそう大阪は高すぎたらもう買わない。そうそうそう安すぎそうそうそうあれさ面白いですよ。高すぎずっとひたすら高すぎ高すぎって言ったらそんな売れへんやん。売れるか買うか言ったらますよ名古屋とかのなんか焼肉のな、あの名古屋もすごそう、名古屋もすごそうですね。焼肉の CM だから面白いな。戦隊が出てきたりすんねんな。熱いわ。ちょっとそれかぶらしてや、うん。それかぶりや。いいの？染みてるやん。これドンキとかで買ったんですか？これね、あのメキシコ雑貨。でかい メキシコ雑貨メキシコ雑貨マキシの中にあるね あマキシのところ、はい、あ分かるかもメキシコ雑貨なんで知ってんねん有名なところですよねトペ T-O-P はいはい分かるかも分かるかも、はい、そう輸入雑貨の5500円です一番高いやつです、うん、高すぎですよ10秒前です9 8 7 6 5秒前4 3はい残りあと10分ほどということでですね、はい、エンディングの方に差し掛かってまいりましたけれど も、ね、もう横の方がなんかあのマスクの紐を緩めてなんか僕が着てたマスクを ねかぶろうとしてますよまさにまさに今女子が多分あれじゃないですかFM ギノワンで女性でマスクをかぶられて出演された方は初じゃないですかね多分初めてかもしれない、ね謎の美魔女ぐらいでいけたんですか美魔女っていうかいやでももうあのマスクも美魔女でございますよ、うん、マスクをしてなくてもね、うんうんうん、あでも意外と似合うかも似合うかもわからんね、うん、なんかあのなんか色合いが似合うかもね、うん、ちょっとアダルティーな感じがします今日はなんかでちょっとアダルトな感じがしますね何かといけますかこれいけるんじゃないですかまあいいんじゃないですか、うん、まあ何でもねやっていけばいいんでねうん、すごいですね、うん、こういうね、うん、まあ葉月さんはねやっぱり商売人ですから ね自分もこう ね, 本当にねこうしながら、ね、楽しませるのがうまいということで ね, でね本当にね楽しくねこの1時間お伝えしていますけれども、うん、そうですね、うん、あの今週末といえば、うん、16日にもなんと、うん、準決勝ですね高校野球県大会が今年はえ混乱してるの混戦してまし してまして混乱ちゃうのおこの曲が流れてまいりましたけれども、ですね、うん、今ベスト4ですね、うん、どこ残ってますついにあの4強が決まりまして、はい、嘉手納高校、はい、那覇西高校、はい、小禄高校、はい、三郷工業高校ということで強豪が全部、ね、そうなんです倒れちゃってるんですななんとシード校4校ともに敗退してしまいました、はい、全部公立ですか今言った全部公立ですね、はい、公立ですか、はい、でそして嘉手納高校と那覇西高校はなんと初の4強入りしております、うん、そして小禄高校が9年ぶりに8度目の準決勝進出、うんはい、でそして三郷工業高校は3年ぶり4度目のベスト4ということで、はいね、おそらく僕の予想ですよ、うん、僕は全然知らないですし、はい、見てないですけどピッチャーが 4校のうちのピッチャーが一番いいところが行くと思います。なるほど、はい、こういう時にはやっぱりあの絶対1対0とか公立高校ですから、うん、やはりあの打線っていうのにはやっぱり
よりも守備が中心になっているチームが多いと思いますので、はい、こういう時はもうピッチャーがいいところが単純に残ります、はい、単純に。なるほどね、はい、なのでね、どこが、そうですね、僕は那覇西初の甲子園出場になるとかで、夏のね、そうでしょ、なのでもうどこが勝ち進んでいくかね、なんか今の響きから言うと那覇西行きそうやな。本当ですか。なんかね、僕らが高校野球してたあのもんとしてもね、あの高校の響きで行きそう、行かないっていうの分かるんですよ。那覇西が行ったら初めてですよ。でしょ、うんはい、確かに。はい、はどうですか、なんかこのどこを応援したいとか特にあったりします？まあどこを応援したいっていうか、やっぱり初めて出るところとか出たことないところは、うん、そうだね、はい、盛り上がるよね、行ってほしいって。本当ですね、はい、相当盛り上がりますねこれね、行ったら、はい、確かに。ということで16日土曜日、那覇セルラースタジアム那覇でですね、はい、準決勝10時から嘉手納対那覇西、その後第2試合が、オロク対三里工業高校ということですので、うんうんうん、ぜひ皆さんね、足を運んでいただいてね、ご興味ある方はね、うん、足を運びください。そして、はい、17日日曜日が決勝ということで、熱い熱戦が本当に繰り広げられます、れております、うん、はい、那覇セルラースタジアムです、うん、はい、僕もチラッといきましょう、はい、あと7分ほどとなってきておりますが、はい、実はこの番組、はい、キャプテンに任ちょうけんなんですけれども、はい、もう終わるんですか？で、ではなくて、はい、移動するということでね。え、まあ、左遷ですか？時間帯をね、ちょっと引っ越しします、うん、あ、島流し、あ、はい、どこに？どこに？ですね、はい、土曜日の午後10時からに移行します。もう言いたいこともっと言えるんじゃないですか？そうですね、夜になるとね、はいはいはい、なので、そうですか、来週の、ねうん、土曜日ですね、そうですね、うん、だから来週は月曜日にまたマカ調教を1回して、はい、で、また来週は土曜日にも、で今度は本格的な同時放送になりますね、はいはい、そうですね、FM 小里宜野湾の、はい、今まではね、別の日に再放送という形だったんですが、うん、同時放送という形でさせていただきますんでね、はい、はい、なので FM 小座をお聞きの皆さんもね、そうですね、ぜひパワーアップして ね、うん、お聞きいただきたいと思います。まあ、夜のキャプテンをまた皆さんお楽しみにいただければどんどん怖い、待っていますからね。D が苦笑いしておりますけれども、映像もあの P とかあのボタン用意しとけよ。暴れます ねはい、もう残り5分でございますが、はい、葉月さん今日いかがでした？あ、いつぶりでした？あ、いつ来たかな、うん、5月、あ、そっか、の後半に来たような、そうですね、はい、うんうんうん、ね、2ヶ月ぶりぐらいで3度目のね、はい、出演ということですけれども、はい、いかがでした？3度目の夏やね、はい、なんかまだやらしいか。いじりたくてしょうがないでしょ。今日なんかね、体絶好調。よかったです、はい、もうね、先週ね、あの救急病院に駆け込みましたから ね、 しかも出張先でね、はい、ならアレルギーということで、あれやったんです。本当にね、お気をつけいただきたいと思いますね、ダボなようで、本当に。葉月さんはいつ帰られるんですか？私明日ちょっと仕事が入ってるんで。本当ですか、はい、ちょっと大阪の方に、はい、うん、お昼にはもう帰ります。寂しいな、はい、もうね、それまで沖縄を満喫してくださいね、はい、ありがとうございます。でも今週また来るやん。そうなんです。あ、そうなんですね。すいません、今週はあのまた娘と旅行で、いいですね、はい、また寄らせてもらうんで、ぜひぜひまたね、はい、お越しいただきたいと思います。はい、最後になりましたけれども、さくらちゃんは今日生で出ていただいて初めて出ましたけれども、どうでした？超面白かった。特にどういうことが面白かった？キャプテンが変な仮面かぶってた。なかなかないもんね、ラジオでね、変な仮面とかかぶることね。かわいいの、すごいね、うんうん、何が欲しいんや。本当かわいいですけれどもね、うんうんうん、ね、隣にディレクターとかも一緒にいたりして、そうですな、こういうスタジオとか本当初めてだと思うんですけどね、うんうんうん、こういうラジオっていうのはどうですかね、うん。なんかもう一回行きたい。ぜひぜひお越しください。また、うんうんうん、はい、楽しみにしておりますので、うん、ぜひねお越しください、うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では本日のゲストは、はい、はい、葉月さんですね。そうですね、はい、今日はあの大峰家に一泊しております。お、そうなんです、はい、キャプテン家にちょっと泊めていただくんで。キャプテン家って
もうそれはね多分ねもう騒いでね、はい、ベラベラ喋ってね、そう喋りたくって、うん、酒飲んで、そうお母さんと奥様とね、うん、キャプテンの悪口言って、はい、じゃあもう今宵はね、はい、また賑やかな夜ということで、はい、ありがとうございます。あゆみさんもよかったらさ、あ、いや、あのね、あゆみちゃんね付き合いいい子やからね、ほんまに来るからね、はい。ぜひね、はい、また機会があればあかんあかんこの歌としてあかんやあかんや、はい、あの葉月さんとまたさくらちゃん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございます、また来ます、あ、来てください、はい、うん、では、うん、ここまでのお相手は、うん、やらあゆみと、はい、キャプテンでございます、ディレクターの D です、うん、では皆さんせーの、おきにバイビー。あと1分半大丈夫ですか、あ、大丈夫です、結構ダメだ、結構曲がいっぱい変わった、暑かったわ、ありがとうございました、ありがとうございました、あっちうまい、うん、こっちうまいな、うん、機材どんな感じやった、あ、でも、うん、でも上げ下げくらいなんで、そんなに難しくない、多分ここが、はい、私も力プラミス、 iTunes の力プラミス